月の森を砂漠と化した毒蛇に丸飲みされた空太郎は腹の中で暴れ回ってこれを退治。ムーンストーンを求め空太郎が次に向かったのは第3章の開幕でございます。そして物語は続きます。スネーク将軍から3つ目のムーンストーンを手に入れた空太郎は海へと向かいました。月の海は海賊と怪物が潜む恐るべき世界。海賊船ジョリー・ラムハム号を狩る伝説の海賊キャプテン・ギャフと、ムーンベア・キングの配下の中でも強欲と吝嗇で知られるピッグ将軍、シープ将軍が莫大な財宝を奪い合ういさかいの海でした。今回もう儲けだねえ。月の海はもう我々のもの、海賊も魔物も恐れる必要もない。それもこれもムーンベアキング様とムーンストーンのおかげよ。ブヒブヒ。クータロ、あれムーンストーンじゃん。ねえ、そう、それよ。そのムーンベアキング様から手配書が回ってきたが。クータロとかいうやつのか。おいし、これを見ろ。捕まえれば賞金で大儲けだぞ。早速海へ乗り出す。よく見ろピック、見つからなかったら一銭にもならない。燃料代も時間もかかるし大損だ。めえ。ブンブンブン。それもそうだ。何かうめえ手はないものか。静かに。まあ貴様、俺より一杯多く飲んだな、こいつめえ。早い者勝ちだ。チャンスや、クータロー、はよ。抜き足、差し足、忍び足。クータローは将軍二人を起こさないよう慎重に歩みを進めました。そしてムーンストーンに手を伸ばした瞬間、バカ、まだやった。賞金首のクータローを捕らえたぞ、めえ。ムーンベアキング様の褒美もたんまりだ。どこやの、ここは。我らの英雄は罠にかかり、暗く狭い場所に陥れられました。潮の匂いと揺れる床で船の中ということは分かりました。お前は誰だ。ただのコソ泥ではないようだな。伝説の海賊キャプテンギャフを救った英雄、誇るがいい。そこにはヒーローの一人、月の海賊のフックがありました。月の目、そいつを切るには伝説のカリバスでもなければ無理な話だ。こいつは驚いた。本物のカリバスだ。ヨッホー。海賊の力を手に入れたようだね。さあ、その力でこの船を操ってみな。ルナーラだ。カジの左側に金色のフックがあるだろう。そこにお前のフックを引っ掛けてみな。引っ張りすぎだよ。あれ。なんという美しさだ。もしもーし。あっか、二人の世界に入ってしもとるわ。空太郎、どうにかしたり。
まあこんな風にフックがあるものを動かすことができるんだよ。次はこいつに引っ掛けてみな。パラレルと目を回すから、その間ならすぐやっつけられるよ。その力で甲板を目指しな。待れよ、美しき人よ。あなたの名は？人呼んで月の魔女、エズマーポッツさん。エズマーポッツ、どんな財宝よりもそなたは美しい。今は一刻も早く船を取り戻さなくては。金貨に埋まって死んでまうで。ジャンプや。次の部屋も金貨の山、いや海でした。クー太郎にとってそれらは役に立たないどころか行く手を遮る障害物でしかありませんでした。頼りになるのはパペットの体と間に合わせのヘッド、魔法のハサミ、騎士の力に爆弾の忍術、それから海賊のフックだけ。うちを忘れたらあかんで。看板みたいや。
庫にお宝と一緒に閉じ込めておいたはず。救いの女神が現れたのさ。俺の船だ、返してもらうぞ。冗談じゃない、もう俺のものだ。ムーンストーンに横取りされたらえらいこっちゃ。ピック追うで。将軍とシープ将軍はキャプテン逆の船を奪い、海の生き物を捕まえては魔法で邪悪な生き物にしていました。将軍に戦いを挑みました。一対一の男の戦いだ。クータロー、手を出すな。アホくさ、そんなん待ってられへんわ。ケチつけるで。この大砲使えるんちゃう？めー次は私が相手だ。突然甲板を突き破って飛び出したサメのせいで、風太郎は再び船内に落下してしまいました。海賊のおっちゃん大丈夫やろか。突然甲板を突き破って飛び出したサメのせいで、空太郎は再び船内に落下してしまいました。海賊のおっちゃん大丈夫やろか。船内にも海の生き物たちが囚われ、邪砲の犠牲となっていました。やろう。
ここで降りるぜ。いつまでも男の腕に抱かれてる趣味はないんでな。ふっ、逃がすか。めえめえ手を貸すぜ、シープ。急いで上に戻らない。甲板から聞こえる硝煙弾雨の音、鳴り渡る剣撃の響き、我らの小さな英雄は慎重かつ迅速に機械な海賊船内を進んでいきました。もっと撃ってこい。必ず来た時がお前の砲弾が無駄にならなくてよかったな。荒れ狂う波に揺れる甲板で海賊は2匹の将軍を追い詰めました。そろそろフィナーレだ。ピーク、ここでは不利だ。損するばかりだ。逃げるじゃ。待て、ブタロー、うちらも行くで。大しけの海は海賊船に大きく激しい波を打ちつけました。波怖い、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 波怖い。見てみ、結構魚が打ち上げられとる。マグロやろか、なんや寿司食べとなったわ。うちトロめっちゃ好きやね。シープはケチンボ、シープはケチンボ。あへへ、シープはケチンボ、シープはケチンボ。あへへ、シープはケチンボ、シープはケチンボ。荒波はやむことなく船体に降り注ぎました。波、また波、暴風波浪、狂乱怒涛、終わることなき波。いい波だ。イエー、まさに10年に一度のビッグウェーブ。もう乗るしかない、この波に。最上級のスリルを求め神の領域へ。その姿は大自然に戦いを挑む勇者そのもの。オン・ザ・ビッグウェーブ。何やの突然。クータロー、うちらも行くで。マストの上や。
めさっさと死になさい、キャプテンギャフ。ふん、落ちるのはお前だ、シープの後ろか、どれや。今度は俺が相手だ。おい、やめやめ、私を挟んで、ね、切り合いするな。おのれ、これでも食らいなさい。やったか。残念だったな、手頃な順毛のロープがあったからな。おめえ、早く早く上がれ。ボハメメ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 メ追ってきても何の得にもなりませんよ。どこまで逃げようと追い詰めるまでだ。マスト城でもキャプテン逆と2匹の将軍の戦いは続いていました。ナイアンも勝手にやっとれちゅう感じやな。せやけどピックとシープがムーンストーン持っとるし、シャネ追っかけるで。お前可愛くない、お前可愛くない、可愛くない、お前口うるさい、お前口うるさい。クー太郎は恐怖にきしむマストを上へ上へと登っていきました。遅すぎてハエが止まるぜ。めえめえめえ、迷惑なやつめ、めえ。お互い様だ。くらえ、最高級の豚肉だ。俺は魚派だ。これでどうだ。かわいい。これを見ろ。3、2、1、はい。あら不思議、行くぞギャフ。来いシープよっ。めえ、何かないか。痛い、当たるところでしたよ。いつまでも逃げられんぞ。おお、とっとっとっと、落ちろ。おお、ちょっと待て。うわ、めえ。たばよ、どこまで逃げられるかな、お二人さん。不安定な足場の上に空太郎はいました。少しでもバランスを崩せばたちまち眼下の甲板へと落ちてしまうことでしょう。危ない、落ちるで。傾きやすい足場から足場へと飛び移りながら、空太郎は先へと進みました。ヒヤッとしたで、今のは。
埋め込まれとる。本物やろか。やっぱ偽物や。うちの目はごまかされへんで。ピーク、助けてくれ。そんな格好にされて恥ずかしいやつ。ブヘヘヘ。キャプテンギャグの仕業でしょうか。チーフ将軍は樽詰めにされ、いくつもの剣を突き立てられていました。あんだけの剣を樽の中でうまいこと避けてんな。あと1本くらい突き刺したら当たるんちゃう。どうやらピッグ将軍もまた同じ目に遭わされたようです。君や、もう逃げ場はないと諦めたか。ギャフ、ここがお前の墓場だ。何？味方の船を呼んだのだ。今だ、撃て。撃て。もっとよく狙え。逃がすか。水平線の彼方に敵が現れ、ジョリー・ラムハム号の帆に砲弾を撃ち込んだようでした。せっかやなや、油断したらあかんで。水平線の彼方に敵が現れ、ジョリー・ラムハム号の帆に砲弾を撃ち込んだようでした。せっかやなや、油断したらあかんで。敵からの攻撃は続き、帆は穴だらけです。全力で回避や。面舵一杯よーそろって、面舵がどっちに進むか分かってます？いっぺん言うてみたかっただけやね。攻撃は激しさを増し、風太郎の行く手は次々に塞がれていきました。いや、この場合破かれていきましたが正確でしょうか。舞い上がった火の粉が帆に燃え移り、左右から空太郎に迫りました。空太郎、急ぐんや。燃え落ちた帆は熱気を巻き上げ、炎が燃え広がりやすい状況を作り出していました。はよ、進まんと燃え尽きるで。帆が燃え落ちるのが先か、空太郎が先か、命がけの競争がマスト上で展開されていました。ここからどこへ逃げる？ん？めえ！ピッグ、これで終わりだ！ブヘン！ピッグ！うお！ピッグ、死ぬな！起きろ、貸した金返せ、まずは保険に入れ。財宝を残して死ねるかよ。
地獄で仲良く宝を探しな。はっ、おっと、こいつはボロだったか。風太郎、手柄は譲るぜ。面倒な残しよって。マストの頂上にある海賊旗の正体はボロでした。風太郎の手にしたフックからは埃を汚された海賊の怒りが伝わってくるようでした。あいつ目回して逃げおったで。おんや風太郎、掲げる目印であり集団の象徴、自らの意思を表すもの。ジョリー・ロジャーと呼ばれる海賊旗がボロに変えられたということは、この船はムーンベアキングの支配下にあるということでした。それももう終わりや。空太郎が倒して白旗に変えたるで。攻撃を跳ね返し、フックで引きずり下ろす。風太郎は一歩一歩着実にボロに痛手を与えていました。敵を恐れ怯えていた少年はもういません。小さな英雄の姿がそこにありました。海賊旗ボロを退治しました。数多くの不幸な子供の魂を解放し、ジョリー・ラムハム号をムーンベアキングの支配から取り戻したのです。戦場パーティーはおしまいだ。お二人さん、逃げ場はないぞ。俺の船と財宝返してもらおうか。いやだ、このお宝は俺のものだ。ねえ、見た一文たりとも返すものか。だったらそいつを抱いたまま落ちるか。キャプテン逆の疾風の元危険は強欲な獣たちを切り裂きました。
俺のお宝が。メイ、何をやってるんだ、もったいない。もう、そんなんどうでもええから、ムーンストーンはようだし。ブヒブヒ、絶対に嫌だ。モビーゴー、モビーゴー。なんだ、この揺れは。小さなレディの頼みとあらば、ジョリー・ラムハム号とこのキャプテン・ギャフに不可能なことなどない。ほんまに？さすがやな。3日もあれば潜れるように改造できる。そんなに待ってるかい。しゃあないな、このまま行くで、クータロー。よし行け、クータロー。潜水艦モビー号で逃げたピッグ将軍、シープ将軍を追いかけて、クータローとピカリナは暗く汚れた深い海の底へ潜っていきました。クータローはカリバスと共に恐ろしい